やほこんにちは、さいこです。東京でボーカルコーチやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日は XG ですね。へその音 XG のパフォーマンスビデオが上がっておりましたので、早速こちらをね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい、で、今回もですね、音楽の方はイヤホンで聴いていきたいと思います。皆さんもよかったら別の機械を押していただいて、私と同時に再生ボタンを押していただけたらと思います。はい、それではカウントを入れていきたいと思います。3、2、1。やばいじゃん。わわわわわわ。やばいじゃん。細胞じゃん。うわ、呼吸してる。ちょっと心音みたいなのも聞こえてくるよね。やばすぎー。あーやばいやばい、連結連結連結、あーやばいね、シナプスがね、うん、はい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 、電気信号が伝わっていってますよね。神秘的だな。しかし、いいですね。はいはい、うんふんうんふん、伝わっていく感じとか、この列の感じが細胞っぽいよね。姉さん。おここ。お前や。うわ。いや。いや。おはび。うん。あらまあらま。Synchronizing。ハモリね。誰の息？あ、やばい。電気信号がね。はいはいはい。いや、やばいね。やっぱね。相変わらずやばいことやってますね。本当にね。はい。ということで、ちょっと、いろいろ、振り返ってみようかな。いや、もう何度もね、聞いた曲ではあるんですけれども、こういう風にパフォーマンスで見ると、やっぱ、この、ニュー DNA というアルバムの要は始まりの曲っていうことじゃないですか。このやっぱり細胞感っていうか、ね、遺伝子感、細胞感、この感じですよね。途中も言ったんですけど、まあ、ここら辺はさ、細胞そのもの本体みたいな。そこからどん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 こう、何、発展していくんだよね。こっからさ、丸まったものがさ、どんどん今度は、繋がっていくんですよね。列をなして。そう、このね、シナプスですよ。繋がりの部分。やばすぎやばすぎやばすぎ。中央からさ、ね、電気信号がこう、ババババババッと周りに伝わっていくこの感じとか、ここら辺から列になるんだよね。やば。なんかここら辺とか、ちょっとなんか古代歴史の何かを見てるみたいな気分にもなるよね。このもうほんと原点。いろんなあらゆるものの原点というか、細胞ってさ、そこじゃないですか。そういうことじゃないですか。ね、この感じな。ちょっと古代な、お衣装もね、そんな感じだよね。これ、やばくない？こんな列がさ、前から歩いてきたら震えるよね、マジで。くぅー、伝わってくねー、シナプスを通して。ねえ、どんどん伝達されてきますよっていう。すごいですね。で、やっぱりこの目隠しですよね。もうちょっと衝撃、忘れられないわ。あの、ジュリン姉さんがさ、バッとこう、ね、目隠しを外したあの時の、あの瞬間を、はぁって、もう、はぁってなったやつ。ちょっとかっこよすぎたよな、ジュリンちゃん。やばいんだけど。うわ、すごいね、これ。何？これ、正面、おはび？
ひなたちゃんだわ。ひなたちゃんでした。あーんから入るんだよね。いかつ。ベイルテスティング。かっこいい。このビート T、かっこいい。No chapter, go hard if less than four. Alpha two, mega level, set it off. Ain't no limit of gimmicks, we got beyond it, keep it a hundred. このケベナハレって言ってる、このハンドレットって言ってんだよ、これ。ハレ。好き。好きすぎ。もうちょっとやばいって、ここちゃん。この低さはずるいよ。ここら辺だもんね。え、最高なんだけど。もう何も言うことがない。ほんと最高すぎて。この音の作り方と、プラスこの動きだよね。ここめちゃくちゃ面白い、まやちゃん。ここの音のね、作り方ね。で、エクストラオーディナリーって聞こえてきますよね、これ。このさ、ちゃんちゃんちゃん、エクストラオーディナリーっていう、ここの幅間でエクストラって言うから、エクストラみたいな。ちょっと早くなったと、ここの音が美味しいのよね。エクストラ、ここの、シャって感じが、超好きなんだよね。いや、ここの、おはびもね、またこう、ねっとりねっとりな感じなんだよね。ただ、声はね、そんなねっとりしてないって感じ。歌い方がちょっと。このおはびのちょっとささやいてる感じとか、エッジボイス乗ってきちゃう感じね。うん、ちょっとこう、ねっとり聞こえるんだけど、意外とそんな本人はねっとり歌ってない感じかな。むしろささやいてる感じなのかな。このエッジの乗り方がちょっとやっぱ色っぽく聞こえるよね。このセブンの後ろでさ、ブルーって言ってるの誰これ。これ誰だろうね。おいおいおい。待ちなはれや。すごいじゃないですか、お姉さん。おー、ここはほんとね、ちょっとやばいね、ほんとにもう。なんか振り向いちゃう、おここは。なんのこのトーン、なんなの、マジで、どういうつもり、最高なんだけど。なんだってもう、なんか、後ろの方、ラララ言ってなかった？ラララって聞こえない。いや、絶対そんなこと言ってないんだけど。絶対そんなこと言ってないの分かるんだけど、もう、ラララに聞こえるよ。早いよ。この分かる？一回、このジュリン姉さんがさ、首ボーンって。私だったら首どっか行ってるんですけど、本当にこのさ、首ボーンってやるやつ超かっこいいんだよね。あとこの足元のステップな。XG ね。XG って言っている皆さんのこのライブでね、だんだん XG っていうのに、舌が回らなくなってるみたいな、はい、ゲシュタルト崩壊みたいなね、ことが起きてるみたいなお話も、ありましたけれども、現場でもね、聞かせていただいて、いや、ちょっと日本人の舌弱ってるなというところでございましたけれどもね、はい。何を言ってんだという話なんですけれども、なんかこう息継ぎのねタイミングがわからないみたいな方もいらっしゃって、息継ぎはリズムですから、皆さんリズムに乗って XG でいいんですけれども、はい、なんか皆さんやっぱ真面目です。日本人真面目よ。うん、途切れさせない、声を止めてはいけないみたいなね、そういう方が結構多かったらしくて、息継ぎのタイミングがわかりませんって言って、死ぬかと思いましたって言ってる方もいらっしゃったんですけどもね、はい、皆さんほどほどにお願いしますね。はい、発音も割と緩めでいいと思います。 XG ってしっかり言おうとせずに XG もうこれぐらいでいい。これぐらいのぬめっとした発音も実はね、大事なんですよ。こういう発音が取れるっていうのもすごく大事なので、よかったら皆さんこの XG で練習していただけたらなというふうに思うんですけれどもね。全然関係ない話になったんですけれども、はい、引き続き聞いていきたいと思います。ちょっと待って、おはび何した今。ここでやっぱ高等ガツン上げてくるんだ。ちょっと真なる音っていうかね、さっきのセクシーなトーンとはちょっと違うよね。 XG Yeah we born with XG New chapter next scene Go hard
からの高低差な、ココちゃんね、ほんと耳キーンとしちゃうよっつう話なんですよね。綺麗ね。 Follow the line、 こんな感じ。ダでしゃくってライトで揺らすんですよね。とっても素敵な撮り方じゃない。 Follow、 Follow、 Follow はタンタンってこういう風にシンプルに撮るんですけど、 The light の撮り方ですよね。ここが美しい。おキャワね、おキャワなんです。日向お嬢がすごいキュートな歌声聞こえてくる。Levy、 こういう感じで Levitate って言ってるのかな。はい、レヴィのこのエッジボイスと、スカイ、まずスカイで、スカイってこういう風に撮るんですね。スカイ、ゆっくりやるとこんな感じ。で、その後ろで、I、1、2、3、3つ音で撮っていくって感じですね。で、それが繋がるとこうなりますね。Synchronizing。これね、Synchronizing。男性の声で入ってますけれども。からのハモリね、これやばかったよな、ライブの時もね。で、発音もこのエンドのね、 D の音はもうほぼしてなくて Endlessly みたいな感じになってますよね。みたいな、こんな感じになってて、シャイニングとダークの音、ここでこう大きなしゃくりが聞こえてくるんじゃないかな。ここもビブラートと美しいね。しかしほんと伸びやかね、 XG ちゃんの高音ってさ、ほんとにこう伸び伸びと歌うよね。また並んで、うわやばい、うわー、シナプスやばくない、この接合部の話ね、シナプスってのは。うん、やばー、繋がっちゃってんだからね、やばいでしょこれ。このなんかやっぱ細胞感だよね、この配列。いやすごいね。はい、ということで、いやー素晴らしいですわ。はい、このパフォーマンスビデオね、ここまでこうじらしたというか、皆さんもかなり待ってたんじゃないかなと思うんですけれども、まあでも全部出されましたね、これでね。すごいですね、こんなにこう手厚くね、動画を出してくれるのもなかなかないんじゃないかなと思うんですけど、それにしてもやっぱ一つ一つのクオリティが本当に高いなと。なんか他のものよりもだいぶコンパクトなんだけれども、このクオリティかっていう、やばいよね、一個一個のこの出てくるものが、どれ見ても驚かされるし、なんか度肝抜かれるっていうか、うわやもうやばいことやってんなみたいなさ、風になっちゃうもんね。ほんとすごいな。それをこう表現できる、まず彼女たちのあのレベルの高さだったり、あとはもうこの音楽ですよね、この音楽、あともう振り付け師さんですよね、すごいね。いろんなこうエンターテイナーが関わって、いろんな専門職の方が関わってこのクオリティが出ていると思うと、もうなんかこうチーム XG がもう本当にやばいなっていうね、 XG ちゃんだけではない、その後ろにいる方々へのこのもう賞賛も止まらないというか、素晴らしいですよね本当にね。はい、ということで、次はね、XG の Winter Without You の MV ティーザーが出ておりまして、こちら一度ね、ライブで見させてもらったんですけれども、一回しか見てないので、ちょっとどんな感じだったとか、全然なんか、ふわっとしか覚えてないんですよ。メロディーラインとかも全然覚えてないので、そう。なので、ちょっとそこら辺もう一回、見たいなというふうに思ってますので、また別の動画でね、翌日とか、そこら辺になるんじゃないかな。たった29秒の映像なんですけれどもね。はい、まあ多分ギャーギャーワーワー言うと思いますけれども、はい、皆さんも一緒にギャーギャーワーワー言っていきましょうという感じで、今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。